私の名前はミサ。武器でもって魔を払う剣士、ミツルギ。私はそのミツルギの一人。今はあるものを追っているの。魔剣、魔の力が刃となった姿。その強大な力に人は見入られ、手にした者の体を奪って何人も切り裂き、血を吸い、貪欲に力を蓄え続けるという。そして、死を切り消えた少女、鈴鹿。私は、ミツルギとして魔剣を滅せなければならない。鈴鹿、かつての同門。私の、友達。ミサ、なまったんじゃない？鈴鹿！じゃあねー。魔物、魔剣の力につられて湧いてきたのね。いいわ、邪魔するなら蹴散らすのみ。魔剣から生まれた片割れか。あら、ミサ。これ以上、私が行かせない。へえ、いいわ。少し遊んであげる。やっぱ、あんた強いね。魔剣を手放して。まだ間に合うわ。笑えない冗談ね。私を切って奪えばいいじゃない。切る覚悟もないのに、私を止める気？そこで地面でも眺めてなさいよ。笑える格好よ。待って！魔剣の片割れ、再生している。魔力も膨張してる。魔剣が鈴鹿の体を飲み込もうとしているんだわ。鈴鹿、あなた。いい気分だわ、ミサ。ねえ、さっきの続きをしましょうか。鈴鹿、あなたはもう魔剣と化してしまった。魔を払う者、ミツルギとして。鈴鹿、あなたを殺す。うわ！